ント引退バンドです。したりとか全然あったと思うんですけど、1年生の時とかギター部全然来てなかったと思うんですよ。やっぱ同期とか上のあたりの人は分かると思うんですけど、でまあ本当にいろいろあって、もともと例えばなんかギター部入った時も、まあ今でこそまあやれてたりはするんですけど、まあ最初ボーカルやろうと思って入って、でなんか無理だなってなって、なんかとりあえず一回やめようかなとかもあって、でもまあなんかまあたまたまベースできたんで、それでなんか拾ってもらった感はあるんですけど、まあもちろんどこでもなんか自分のやりたいように行くとは限らないと思うんですけど、やっぱりそうやってたまたまあったチャンスをなんとかものにしてやってきた3年間かなって自分で思うんですけど、まあでもラッキーでそうなったかっていうと、まあちょっと違う気もしてて、自分の中でいろいろまあこれは頑張ったなって思うこととかはいろいろあって、でもそもまずまあもともと人好きではあるんで、まあみんなと仲良くしようっていうのはずっと思ってきたことで、それはもう年とか学年とか何も関係なく、特になんかこんな二浪で入ってきてそんな性格尖ってたら本当にやべえやつですまあそう思ってなんかみんなとしてきて、で逆にまあ自分からでなんか拒否られることとかも世の中あると思うんですけど、そういうこともなく、なんかみんながみんな仲良く接してくれたかなって思ってて、本当に高い部活だと思います。なんでまあそういう人たちのことを考えて、まあ12月祭もやっぱりなんかバンド組むってなった時にやっぱ引退どうしようかなって考えたんですけど、やっぱりっていうので、まあ、組みたかったのがあったんですけど、まあ、引退バンドはやっぱり、まあ、最後こういうメンツでやりたかったなって、なんか、まあ、こういうメンツです。その次に俺の千葉ちゃんなんですよとかでもありつつ、でもやっぱ一
ゃねえか。カズヤもカズヤもちゃんとある。カズヤもちゃんとある。カズヤもちゃんとある。ランプはね、私ね、いやでもカズヤとはね、やっぱ1年生の時にからずっとね組んでくれてるっていうのがあって、そう1年生の時に多分組んだことがある同期でまだいるのとかっていうか、まあずっと組み続けてくれてるのってカズヤかなっていう感じで、1年生の時多分同期の人僕と組んだ方がほぼないと思うんですけど、まあそういうのもあって、であとカズヤは、まあ、去年僕が入院したせいで10月祭に一緒に出れなくて箱でやったことなかったんで、カズヤと箱でライブしたいなっていうのがやっぱあったんで、まあそれがあってっていうので誘ったんですけど、まあそんなこんなでこんなメンツなんですけど、まあ喋ることがあるとすれば本当にみんないろいろ思うところがある人もいると思うんですけど、やっぱりまあいなくなるんで、もうこれからのことをどうにか考えたいなって最後3年生の3年生じゃないですけど、まあ後半ずっと僕半年ぐらい考えて、まあまあその一番仲いい最後に組みたかった後輩エスケ、まあ次部長になりますけど、まあ今の1年生はまあ本当に一番仲のいい後輩なんで僕がどこかなと思うんですけど、なんか器用なようで不器用なとこあるんですよ。なんか人間みんな完璧じゃないじゃないですか。こいつ結構うまいことなんだかんだいろいろこなしてるように見えて、なんかやっぱできないこともあるんですよ。でそういうとこをやっぱ、ね、一人じゃ部長一人じゃ結局無理なんで、もう三役はもちろんですけど、その1年生後輩みんなでこいつのことを支えていってあげてほしいなって思うんですよ。橋本英介をこれからの1年生は僕からお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっとだけまあ喋りたいことあるんですけど、一曲やってから話します。
ことで、なんか本当に同期もみんな大好きなんですけど、まあ本当に今ちょっとどうしても理学をにサポートやってもらいたかった理由もあって、今のでまあ理学とやって僕同期全員とバンドをライブでできたっていうのがあって、まあだからなんだって話だと思うんですけど、なんかそれこそ最高最高とか言われて、なんか割と昔なんかずっと笑ってて、なんか何考えてるかよくわかんねえとかあると思うんですけど、本当に僕はまあなんか同期のみんなが好きですし、もちろん先輩後輩も好きですし、本当になんか今からあと1曲で引退するのが実感わかないぐらい、ずっともうなんか痛いぐらい本当にギター部っていうのが好きな場所です。なんで引退バンドを銀のボーイズにしたかって話なんですけど、まあ一番仲良かった、まあ、先輩があそこにいるんですけど、まあ、やりたいこのメンツでバカやってくれる一番思い入れのあるようなこのメンツで、去年一番仲良かったサルマが引退したバンドできたら最高かなと思ってこのバンドにしました。なんか間に合うか分かんないって言ってたんですけど、見に来てくれてありがとう。喋って、まあ、結構も喋っちゃいましたけど、押してもあれなんで引退します。3年間ありがとうございました。最後に最高のスマイル見せてください。